クライン・バーンとは、オーストリアの鉄道模型メーカーである。1946年に、エイリッヒ・クラインによって創業されたガングメーカーに、橋を発する。直流に0 0機の宝ゲージ鉄道模型を生産する。他、ウィーン市内に直営小売店舗を構えている。1984年には創業者の親族が、クラインモデル・バーンを設立し、分離、独立した。 方ゲージ鉄道模型は、オーストリア国内の車両に特化しており、同業他社と比べ安価に提供されている。1955年以来、同社の製品は、ウィーン市内に所在する、同社直営の小売店舗のみで販売されている。そのため入手するには直接店舗へ出向くか、通信販売を利用する。1946年、ウィーンのベイリンガー・ギュルテルに、木製玩具メーカーとして創業。 当初は船や航空機の木製玩具を生産していたが、1947年に鉄道模型に参入した。1952年、社名をクライン兄弟社に改めた。1955年、リージング区のアッツガースドルフでの生産が開始された。鉄道模型製品は、オーストリア国内向けに特化し、主にオーストリア国鉄の車両が選ばれた。オーストリアにおいて、 クラインバーンの名前は、法ゲージ鉄道模型を指す、一般名詞として広まった。1979年、クライン兄弟社は解体され、1984年には2つに、会社が分裂した。2010年2月、オーストリアポストによって、クラインバーン1958年から1959年版カタログ表紙の図柄の一部を使用した0.55ユーロ切手が、 発行された。直流2000式の方ゲージで、機関車、他車、客車、電車などを生産している。方スケールは1、87スケールであるが、同車において、車体の長い客車は、長さ方向のみ1、100スケールに短縮した、ショーティーモデルとしている。また、実物が26.4メートルである車両は1、113スケールとなっている。 製品はシンプルながら剣道な設計で生産されている。燃焼車や初心者向けセットでは、おおむね100ユーロを下回る価格で提供している。車両は、オーストリア国鉄とスイス国鉄が中心。車両以外には、駅舎、ホームなどのストラクチャーやミニカー、鉄橋などのアクセサリー類も生産している。 有名なコレクターズアイテムとしては、1950年代 -1960 年代に生産されていた、オーストリア国鉄ブラウアーブリッツ号や、オーストリア国鉄12形状機機関車、チェコスロバキア国鉄 E499.0 系、電気機関車がある。線路は、プラスチック製枕木を持つ、同章なし、組み立て式線路が展開されている。 直線は2 0 0、mm、トル長を基準としている。曲線は直径7 6 8ト、mm、ルと8 7 3ト、mm、ルの2種で複線を組むことができる。電源装置は2 3 0ト入力、1 4ト出力。電気機関車や電車などの架空電車線方式の車両向けに河川終電システムも展開されている。なお、 一般の直流二線式0式ージの線路を走ることは、できるもののレールの曲線が左右逆となっており、特に他社製品と混用する場合は取り扱い、とり分け正面衝突等に注意する必要がある。オーストリア放送協会のニュースサイト、オーストリアポストの紹介ページ。ありがとうございます。